Thank you.
ラで今のラビラやらラやらラやらハイがラやしかせやることやエレクシー絶対クリアのフェン太陽をうなずかせそんなもんすか皆さん大丈夫そのぐらいのテンションで夏休み終わっちゃったからちょっと疲れてんのなんか大丈夫そうみんな元気元気みんな元気元気ある人手出してよいや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 元気ないやつは帰った方がいいかもしれないまあまあまあ今日いいショータイムがいっぱいあったからさみんな食べて気合で見すぎちゃって疲れちゃったのかもしれないけどイベントはまだまだ続くからそうそうそうもうちょっとみんな頑張れるよねできるよねありがとうありがとうマジ最高今日本当に、まあ、なんかさっきの、ね、バトルもお兄ちゃん出てたけどマジだ、ね、このみんなの歓声が俺らやっぱステージに立つとやっぱめちゃめちゃテンション上がるしなんか練習で100ぐらいしか出ないものもやっぱここに立ったら200とか300出ちゃうしなんかやっぱこのね皆さんの歓声で俺らめっちゃ頑張れるところがあるんでいやほんとそうなんだよあんまり俺らがかっこよくなかったらなんか一斉いいけどなんかちょっとでもいいなって思ったらあーってやってくれたら嬉しいですみんなもそうしたらダンス欲しいられるんですかあったけあったけやマジ本当にね、初めましての人も多いかもしれないですけど、スーパースパーラルザーとオルパークでーすお願いしますお願いしますまあ、俺ら、まあ、普段は今日俺らはスーパーシマラブラザーズって名前でやってるんで俺ら兄弟ここあっちの兄ちゃんと俺弟なんですけど兄弟でダンスやってるんですけど、まあ、今改めてなんか自分たちでダンスで、まあ、やってきてダンスやってたことのダンスってやっぱ多分みんなも今日ダンサー多いと思うから多分感じること思うこと同じだと思うんですけどやっぱダンスやってたらめっちゃ時間限られるしなんかいろんなこと頑張らなきゃいけない中でやれないこともたくさんあるしでも俺は大人になってなんかダンスのせいでできないこととか絶対そんなこと作りたくないからやっぱ音楽好きだし自分たちでこうやってラップ作って頑張っていこうよっていう感じで今やらせてもらってます本当にありがとうございますありがとうございますでそんなね俺らがもう10年前ぐらいに作ったちょっとねいい曲があってまだ出してないんだけど俺がめっちゃ大好きな曲だからお兄ちゃんがアカペラでやってくれるんで曲紹介しててシュートのバースないよ、うん、俺は歌わないよでも俺がこの曲めっちゃ好きだから聴きたいんで、まあ、じゃあ聴いてください198486の日から今日この日まで続いてるストーリー一人未踏の地に踏み入れた日本の足今まで誰も成し得なかったことをやる日本はなし言葉というでけえ武器を手にした俺は日本という引きずるし日本というなんだっけもう一回いいいや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 毎回か毎回かまあしょうがないよまあこの曲は本当超たまにしかやんないからそうなんだよ結構さっき今日やってって言われてそうそうそうちょっとやっぱなんかこういう今日若い子めっちゃ多いしダンサーになろうと思って夢見てる子めっちゃ多いと思うからそうそうなんか俺らも大人だけど同じように夢見てるしなんかそういう熱いのをちょっと伝えたくて無茶振りしたからちょっともう一回やっていいですかお兄ちゃんいいですか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 間違えちゃったことないもう一回聞いてよレッツキー言います198486の日から今日この日まで続いているストーリー一人未踏の地に踏み入れた日本の足今の誰も何しなぜ今まで誰も成し得なかったことをやる日本はなし言葉というでけえ武器を手にした俺は日本という引きずる精神を糧に俺はヒップホップという一生涯のおもちゃを得た俺はたった今ここスタート地点に立った親父から学んだ信じたいそれだけでこの世界でも登れるなと信じたい気違いやくらいに低迷を表現したってたまらなくて体を動かすだけじゃ足りなくて何年経っても枯れなくて咲かないこの花を咲かせる真に一輪を吹かせる沸かして分からすマイセルフやるからにはいずれ明日からではやれ費やした分は取り返すこっそら鼻からジグザグウェイの眠から強引に Going my way 一枚も農場の石子だなだから常に
ここに持つ意志、このまま、このまま誰にも任せるわけにはいかねえ。この瞬間瞬間がリアル、瞬間瞬間をこの世界でド派手にやる、イエー、それが俺のワンウェイ。ありがとうございます。
Attention, you're back in good, yeah, yeah, good.
常、楽しむだけ日常。AD楽しんでいきましょう。ありがとうございました。